お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのか。いつも目が合うカマキリの謎。どうも皆さんこんにちは、虫もどきです。ここに映っている生命体は何かわかりますよね。カマキリです。こいつですね、こいつはオオカマキリの子供ですね。オオカマキリの赤ちゃんです。元気ですね。ほら、今回はカマキリのお話をしようと思います。カマキリといえばこの三角形の頭にカマを持っているのが特徴的ですよね。春先頃に生まれて夏ぐらいまで脱皮を繰り返して大きく成長していきます。田舎でも都会でも見かける昆虫の一つですよね。お、足を掃除してますね。そしてこのカマキリ、こうして近くで見るとまるでこちらを見ているように目の中の黒い点が動きますよね。しかもこうやってカマを掃除している時も常にこちらを見ているように感じますよね。しかしこれは実際にはこちらを見ているわけではないんですよね。どういうことかと言いますと、これは私たち人間の目の錯覚によって見えている偽瞳孔というもので、実際にカマキリがこちらをずっと見ているわけではないんですよね。なので不思議なことにこうやっていろんな方向に向けてもずっとこちらを見ているように感じられるんですよね。このずっと見られているような感覚が気持ち悪くてカマキリが苦手という人もいるんじゃないでしょうか。でも実際にはカマキリはこちらを見てなんかいないんですよね。この独特のフォルムが私好きでね、カマキリって大好きなんですよね。昔からよく捕まえて遊んでいました。このサイズなら平気なんですけど、大きいものになるとこうやって捕まえるとカマで指を刺されちゃったりするんですよね。繁殖期のメスの大きな個体とかだとかなり痛いです。ちなみにこれは余談なんですが、オオカマキリとよく似た朝鮮カマキリというカマキリがいるんですけど、その2匹の見分け方は簡単で、このカマとカマの間ですね、このカマとカマの間が黄色いのがオオカマキリ、オレンジ色のものが朝鮮カマキリです。はい、というわけで今回はこのカマキリの偽瞳孔についてお話をしました。いつも自分が見られているんじゃないかなとドキドキしながら生活していた人もこれで安心ですね。カマキリがこちらを見ているような気がするのは錯覚なので、気にせずのびのびと生活してください。それではご視聴ありがとうございました。虫もどきでした。バイバイ。虫もどきチャンネル。